HKT48 のお出かけ。どっちで行くねん。どんどん発生していこう。知らないかな、後藤さんは。何でしょう。HKT 3期生がデビューしたんです。あ、これは知らんわ。まだ出てないんですよ、実は。お出かけには。全然出てない。劇場デビューはしました。小学6年生が2人。うわ、ほんまや。小6が田中美久と矢吹奈子。小学生。はい。2001年生まれ。マジか。これはちょっともう信じられへんね。これはあのエミリーちゃん。ハーフなんですよ。あ、そうなんや。そう、村重がずっと気にしてて。かぶると。矢吹は東京から。ほんまや。逆輸入で。いいですね、チャームポイント。ママからもらったエクボってこれね。いいな、素敵な言い方。ねえ、エクボでええのに。一瞬で二重を一重にすることっていう。ママからもらった二重を一瞬で一重にできるって書かないね。そこもか。ねえ、そこも言うてくれたらすごい親思いみたいなとこあるんですけども。なんだろう、ママからもらったもの、私も考えよう。ママからもらった大骨。いやいや、そらどの骨もママからもらったの。カズキのチャームポイントが笑顔って、これまたね、笑顔ってなかなか言えないですよ、これチャームポイントが笑顔って。笑顔チャームポイント言えない、笑ってないもん普段な、あんまり。そやな、あんまり心の底から笑う瞬間ってない。先週は心の底から笑いました。なんでプレゼント嬉しかったから。ああ、先週の俺のチョココロネの、うん、でも、もうこんなになっちゃった。もう普通になっちゃった。平坦な気持ちになった。そんな今日一日ぐらいは楽しく会ってくれよ。俺は今でも信じられへんけどね、あの世界の変なトイレ。なんであれにしたん。忘れてください、忘れてください。いやいや無理、あれは水に流せませんよ。ああ、もうちょっと飯食えそうやな俺。最後はお出かけ史上初となる一般の方のお宅にお邪魔しちゃいました。お邪魔しましたね。最後そのお家で集合するのはどうやろうね。大集合してましたね。そうやで、人ん家でびっくりしちゃった、息止まった。みんなでこんな大勢でご飯食べるの久しぶりとか見は言うてますけど、人ん家ですからね。カメラ担いで、うん、ねえ、まあ、HKT のメンバーだけじゃないですからね、あの現場に。そうですよ、おじさんいっぱい来るわけですから。そうですよね。人の家であんな餃子入ってね、悪い顔もせんと。本当優しかったですね。ほんまですよ、深町さん、ありがとうございます。後藤さんのお家にお出かけをしたいです。え？メンバーが。俺ん家に？はい。え、俺ん家って どこの俺ん家？もちろん東京の。俺の家ってこと？はい。何やねん。いやいや、そんな俺んちあかんよ。そう、嫁はんもおるしやな。見たい顔、ペロちゃんの。出てないからね、一切。いや、そこなんだ。なんかこういうなんか動いてるけど顔だけ隠して、顔だけ丸日みたいなんもやってないからね、うち。なんでですか？あんまりあれかなと。守ってるんだ。守るっていうか、まあ素人や。全部隠してます、動いてるとこ。いや気持ち悪い。V 気持ち悪い。全部隠す。いやダメですか。行きたい。じゃあ実家、後藤さんの。老人二人おるだけやで。うちのおかんもよう分からんやつやしな。一時おかんの中で彦摩呂さんめっちゃ流行った時あって、食べるやん、うわー味の宝石箱やってお感的には言いたかったけど、うわー宝石箱の味やって言って何やねんそれ、ニスの味するの。面白い、宝石箱。指原の家は、無理です。実家なら全然いいです。ああそうなんや。あ、実家行ったんや、あのメンバーは。指原も参加させてもらいますけど、その時は。いや、おらんでええんじゃん。嫌だ。その昔はこういう子やったんよみたいな話を聞くっていうのはいいや。お出かけの人って2本撮りたがるじゃないですか。正直、うちの祖父母で2本うちをきついから。ということで、今回のお出かけで一番輝いていたメンバー、お出かけ MVP を選ぶとしたら、誰かがなんか喋ってたんですよ、はい、ほんならすっごい他人がリアクション取ってたんですよ。ほうほうほう。
ぐらいの、うん、ああちゃんと頑張ってんなと思ったんです。ということは他人やよね。ただね、チューしていったやんか、はい、谷だけね、普段 HK のメンバーって女子同士だからね、可愛いとか言い合って触り合ってするじゃないですか。谷ってその可愛いの対象になることがないからHKT48 のお出かけ、お今日もよろしくお願いします。さあ今回ですね、お出かけ先ですが、以前台風で急遽行けなくなったのこの島に。あ、そうや、以前行かれんかった、船が出えへんとか言って、そうそう、台風でダメだったんですけど、はい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 、今回リベンジしてきたそうです。おのこの島なんですが、はい、お花が綺麗で若者のデートスポットであるらしいんですよ。おちなみに後藤さん、今までどんなところに女性をデートに連れて行ってたんですか？いや俺ね、別にデートとかの経験がほんまでちゃんとやっといたらよかったなと思うのよ。こういうザ・デートってことですよね。だから高校の時なんかは学校が終わって当時いた彼女と学校の近くにね、万博記念公園ってあるんですよ、うん、あの太陽の塔がある、ちょっと手上げすぎやけどでそこの公園入って、ぐじゅ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 するみたいなそれだけでいいんですか？こんなことまでええのみたいな太陽の塔がちょっとこっち向きよみたいな どんなデートしたい？私は例えばですけど、うん、ハンガーを分解してネジネジ作ったりして、お針金のハンガーね作って、うん、自販機のと床の地面の隙間でこう入れたりして、お金を探したりしたい。わかります？お前何してんの？いや、したことないです、一回もしたことないけど、したいで、100円とかあったら、これで買おう、これで買おうみたいな。小学生やん。でそういうので純粋楽しんでくれる人がいる。わかるかな、わかりますか？いや、そういうのしたないの。例えばクリスマスね、船の中でディナー食べて、でこれプレゼントみたいなんでなんか指輪もらうみたいな。私実はサプライズダメなんですよね。なんでなん？嫌なんじゃなくて、なんて言ってるかわかんないんです。じゃあ喜んだええやんけ、素直に。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、なんか喜ぶより先になんて言えばいいんだろうって考えちゃうんですよ。やりがいないな。心の中ではめちゃくちゃ嬉しいんですけど、なんかほんなそれこそさ、車でドライブしてるね、ほんでちょっとトランクに忘れ物したからちょっと取ってきてくれへんみたいな。トランクが開けられない。いやいや、それまた違うね、サプライズやん。あ、そういうことですか。前にトランク開けられない開けたことないから。もうしてあげがいないわ。エペロちゃんにサプライズしたことあります？東京と大阪で住んでましたから、僕が東京、向こうは大阪で電話して、仕事今終わったとこやわって、まあ次会うのはもう来週再来週ぐらい大阪行く時かなみたいな、はいはいはい、いやでも会いたいとか言ったら、会いたいわとか言うから、うん、ああそうか、ほなおかわってピンポンって実は来てたみたいな。もう引いてるやんなあ、とんだサプライズやろ喜んでくれんのかな思ったら聞いてるやん。え、それ本当ですか？やったことあるよ。怖い私もう青いと仲良くできないああいうことする一番嫌いなんですよ。うせやん、無理。ミミズビャン投げられて、そういうの、そういうのいい、いい、うえ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 、もう本当に無理。キャップがかわいそうだったら泣いてたから、もう本当に同情する。いや、あそこおってさ、俺とかウィーってやったらどうする？もうぶん殴る本当に殴ります。うっせー、殴られんの？本当にそれぐらい無理です。え、ミミズの何があかんの？え、このこうかんの無理。いや、塩らしいやんなあかんの？もう思っただけで。いや、あんなふっといやつとかも絶対あかん。本当に無理です、本当に無理。ほんま動物あかんねんな。カエルもあかん、無理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 。ミミズもあかん、鳥も無理。カエルがミミズ食うてたら最悪や、そんな。そんな食物連鎖ならいらない家引っ越しよう思って物件いろいろ見ててさ、あ、もう嫌なのか。な、はい、ほんでめっちゃええやんここって、はい、ほんでリビングの真ん中にトカゲおったらどうする？わかんない、クラシアン呼ぶ、わかんないじゃ水のトラブルちゃうやん水のトラブルちゃうで。わかんない、わかんない、それなんかわかんない、トラブルなんでクラシアンに住ませるトカゲ
いるんですけど。分かんないです。言われるわ。なんかもう無理、誰か撮ってもらう。今回以前行けなかったのこの島ロケのリベンジ無事果たしましたが、後藤さん過去振り返ってその時に戻れるならリベンジしたいこととかありますか？難しい質問やな。難しいですよね。もっと勉強しておいてよかったかなとかも思うわ。ほんで勉強ですか、どうしてですか？全然分かれへんもんニュース見ててこの人もうここ6分何言ってんねやろ確かに自分なんかまだ若いからさ、戻ってなんかあれやりたいなとかないやろ。いや、学校生活楽しみたいです。うわ、俺もあるわそれ。分かります？すげえ分かる。もうほんと学生時代の、なんて言うんだろう、彼氏がバンドマンっていうのがやりたい。なるほどな。分かります？分かる、すごい分かる、すごい分かる。なんかみんながあかっこいいよねあの先輩とか言ってるのが自分の好きな人で、その人が最終的にピック投げて私にくれる。橋原さんと付き合ってんだってよみたいなやつを言われたい。あーなるほどな。あーもうめっちゃしたい。もうダメだ、悲しくなってくる。あーなんか家の近所の暗い公園でキスみたいな。すごそんなのすごですね。今回お出かけで一番輝いていたメンバー、お出かけ MVP を選ぶとしたら誰ですか？いやこれやっぱ自然の中といえば元村です。キャンプ企画といえばそうです。もう火起こすのもそうですし、ミミズも大丈夫だから、あの爬虫類の店とかさ。いややめて、もう見てない。なんでや。いやみんなやっぱり向こう現場で頑張ってんねんから、指原の苦手も克服するみたいな。時間かかるかもしれんけどね。本当に1年越しの企画みたいな、どんどん徐々に詰めていく。すごいな、コスモスバリに遅咲きやな。